じゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、やっぱりこう日本中が野球を知らない方でも村神様という旋風が今巻き起こってます。今年は、まあ、ドラフトもね、はい、間近だしな、はい、さらに流行語大賞も何かノミネートされるんじゃないかと。村神様そうか、まあ、三冠王でいいんじゃない。あ、三冠王、うん、流行語、まあ、そうでもないかまあまあ、すごくね、マスコミメディアでも注目されてますけれども、うちでは金太郎って呼んでるんだけど、まさかり勝ちだ、金太郎さんみたいな。確かに、まあね、風貌からしてそうですけど、忘れてはいけないのが、はい、村上選手といわゆる同期といいますか、同年代、まあ、村上世代っていうか、はい、清宮世代だからね。そうなんですよね、うん、まあ、一時期は清宮世代と言われてたんですけど、もう今は村上世代に変わりつつ、変わっちゃったな、はい、ということで、今日はじゃあ村上選手やあの清宮選手がドラフトにかかった2017年、各球団どんな選手を取っているのか、取っていたのか、ちょっとこれを見たいな、振り返りたいなと思います。はいはい、で2017年、この年やっぱりなんといっても大注目だったのが清宮選手、7球団行きました。すごいな。でもお前高校通算2桁行ってたからね、ホームランが。そら行きたくなるよ。そうですよね。まあこれちょっとチーム名順不動しますけれども、ヤクルトも清宮選手最初なんですよね。そうだな、はい、ロッテ、ヤクルト、まあ、日本、それはもう家があったら東京だもん。あ、まあそうですね、近いし。で巨人、楽天、阪神、ソフトバンクが行きました。まあ大注目で、まあ、それで日本ハムが引いた。日本ハム、クシオンいいですよね。いいよな。毎年なんかいいなと思うんですけれども、ね、高校のスターを取るよね、よくね。はい、そうなんです。で、まあ、7球団で清宮選手が一番最多だったんですけれども、次、はい、2球団来たのが一巡、はい、次、なんていうんですか、それ外れ、外れ1位、1位ですよね、はい、が中村翔成選手。おお。そして広陵高校。そうです、広陵高校、やっぱキャッチャーとして、キャッチャーとね。そうです。やっぱもう、まあ、焦んなよ、まあ、そうですね、まあ、もう一世を風靡したよね、甲子園でね。そうだったんですね。そうだよ、私あの清原の、通算ホームランを抜いたんだから、6本っていう。なるほど、そうなんですね。すごいよ、ここスターが出てきたなーと、キャッチャーでみたいな。あ、そうだ、どこ行くんだみたいな。で、これ引いたのが2球団、はい、広島ね、まあ、取ったんですけど、もう1球団どこが取りに行ったかって覚えてます？1巡目に楽天、違う楽天はあの清宮選手行ってる。中日です。あ、中日もキャッチャーがちょっと手薄だったかな、はい、で、まあ、引いた結果が広島、まあ、よかったよ、はい、地元に入れてな。あ、そうですよね。いや、そりゃやっぱこう中国地方の、はい、まあ、広島って言えばさ、はい、憧れるよね、やっぱね、地元でね。そうですよね。じゃあ、そしてさらに、はい、もう2球団から来たのが、はい、田島投手です。田島はね、はい、社会人の時に、はい、まあ、ヤマハにちょっとね、うんうん、お世話になってた頃、はい、まあ、コーチをしてたんだけど、うん、その時東京ドームでやったんだよ、田島と。 JR 東日本、ね、練習試合だったんだけど、はい、向こうが用意してくれて、東京ドームを。へー。それでやったんだけど、それ田島先発、はいはい、打てない。これはいいぞって思ったね。あ、いや、もうその時良かったんですか。思った。あ、じゃあもうプロに行く、どう、全く知らなくてさ、で、ね、聞いたら、あいつ誰なんだって言ったら、はい、いや、田島って今年多分ドラフト1位になります、はい、いう投手だった。なりましたよ。なったよな。はい、オリックスが、まあ、うん、引いたんですけど、はい、あともう1球団ドラフト1巡目で1指名したチームあります。田島投手を、セーブ。そうです、セーブ行ったんです。ピッチャーがいなかったもんな、その頃はな。ただオリックスが交渉権獲得したと、はいはい。2回目、はい、2巡目の指名で、はい、3球団から指名もらった選手が2選手います。安田。そうです、まず1人目は履正社から安田選手です、はいはい、でもう1人が、はい、村上。そうです、村上選手です。九州学院から捕手として、キャッチャーとしてヤクルトが、はい、まあ、交渉権得るわけですけれども、はいはい、この2選手が2回目3球団から来てます。なるほど。小川さんに聞いたら、うん、いや、村上はもうキャッチャーで使わないよって。え、言ってたんですか。いや、もうとにかくバッティングを生かしたいから、早く、はい、だからキャッチャーで育てるような時間ないんだって。あ、村上はバッティングがいいんだからっていうことだったんだよ、話を聞いたのは。で、キャッチャーじゃないですかって言ったら、いやいや、キャッチャー優秀なのはいるから、うん、
いやもうあのバッティングはって言ってたの最初から。じゃあもうまさにその通りになりましたよね。そうそうそう。ちなみにこのいわゆる2巡目で村上選手を指名したのは、はい、他は巨人と楽天でした。大変だったね。で巨人はことごとく苦順悪いな本当ですね。ああなんかね毎年悪いでしょ。お笑いの方がいや本当にいいかもしれないですね、はい。でまあ、安田選手、まあ、ロッテにね1巡目のパズル2で行くわけですけれども、他に取ったところが阪神とソフトバンクが欲しいと言いました。ああただダメでした。その1でロッテは、そうです、ロッテが安田選手。阪神も苦順悪いんだよな。なんかそうですね。ちなみに阪神そうですね、清宮選手でダメ、安田選手でダメ、ダメそうです。で馬場選手ピッチャーね、はい、はい、を阪神は取りました。苦渋を外れた時の小川さんの顔がさ浮かんでくるんだけど、はい、また外したのかみたいな、そんな感じだった口とか、ね、そうそうそうらしいですけれどもね。ほら抱擁って言わないほらまた俺外れだわ。いやでもさ、うん、やっぱこう見ると、うん、まあいい選手いるな。いやいます。いや村上を筆頭に、はい、まあ安田、はい、清宮、はい、まあ清宮も今年ものすごく成長してきたからね。そうですよ、キャリアハイ。まああのビッグボスがねしつこく使って成長させたと言ってもいいと思うけど、はい、打ち方がだいぶ変わってきたし、うん、ゲームに慣れてきたというかね、はい、でゲームの中でどう考えればいいかっていう、うん、思考もこう出来上がってきてるような、はい、まあ、そんな感じがする。でロッテの安田はここに来て、なんていうのバッティングの状態が良くてさ、はい、で体が止まるようになったね、うん、そのままズズルっと振ってたのが、はい、一瞬止まってバーンと手で打てるようになってきてるし、うんうん、だから本当に成長してきたなっていう。おこの村上は半端ないな。でもいやじゃあちょっと半端ないですね、あの速度が、うん、成長の、あ著しいですよね。いやだからまあ安田とか清宮とか、うん、まあ、成長してきたねっていう話ができるけど、うん、もう村上なんかプロ野球界のトップに君臨したよね。いやもう完全にそうですね、キングになってますもんね今。だって大学出たてだろ、今年の年でしょ本来であれば。そうですね、2022年なので。そうですね、そうだろ、はい。いやすごいよな、村上のこの成長の速度すごいですよね。 あとはちょっとこの2017年に他の球団がどういった選手をちょっと取ってたのかなんですけど、うん、同じヤクルトでいうと、まあ、正規 の、 そのドラフトとしては4巡目に塩見投手、投手すみません、塩見選手です。選手失礼しました。今、ね、活躍してますけど、いい選手だよな、はい、塩見選手を4巡目で、4巡目に残ってたんだね、塩見。そうです、他のところはだから取ってなかったっていうことになりますもんね。で巨人、はい、巨人は清水選手ダメ、うん、村上選手ダメで3巡目っていうんですかね、うん、で桑原投手後輩だもん。あ中央なもん。あそうなんですね。対談したんだけど、え桑原投手とですか、うん、どうでした。いやどうでした、まあまあ普通の子だったけどいや ただね彼はなんか家が貧しいとかなんとかっていう報道があって、はい、本当なんか次の日のお米もないっていう、隣にお願いしてもらってたとか、はい、醤油を借りてたとか、うん、まあそういう話が、まあ本当か嘘かどうかわからないんだけど、うん、結構貧しく育ってて、僕がプロでね、うん、頑張って養いますみたいな、まあそういうことをこう話した記憶があるんだけどね。はい、まさにこの年だったんです、ね、でも貧しくて大学よく行けたなと思って、なんか奨学金とか特待生とかあるかもしれないですね。でこの年は巨人、あと岸田捕手ですよね、うん、から大城捕手、大城選手もこの年です。 ね、あと北村選手、田中俊太選手、若林選手、湯浅大選手、2017年です。なんか同じようなタイプ取ってるね、みんな。そうですね、同じようなタイプばかり、ね、選手としてね、はいはいはい、うん、ですよね。そうなの、はい。で DeNA は東ね、そうなんです、東投手を引き当てるというか一人だったので、はいはい、チームだけだったのでそこで取ってます。まあ DeNA は左のドラフト7っていうまだちょっと小柄なね、はい、すぐ使えそうなのもすごく取るよね。なんかそういう傾向がある。いやだからあれ誰が成功したのかな、最初石田だったかな。石田か成功して左の、はい、それから今永とかこう濱口とかずっと左が続いていくんだよ、ね、坂本とか左ばっかりなんですか。左ばっかり、もうこれは使えるということで。あ出てますねそれが、まあ、だから使えないことはないんだけどさ、はい、まあまあ左王国になったりとかね、はい、ましたよね。あとこの年は DeNA は神里選手であったりとか、神里後輩なんだ、楠本選手、楠本な、はい、はい、もう取ってます、はい。で西武は平良投手ですね。
平良な、はい、あと与座、あ、与座ね、はい、も取ってます。阪神はこの年、まあ、さっきね、あの和歩選手って言いましたけど、高橋遥人投手、おお、いいピッチャー取ってる、はい、を取ってます、はい、でソフトバンクは高橋礼投手取ってますね、この年で。育成では周東選手とか、あとリチャード選手を取ってます、この年。なるほどね、うん、しっかり戦力にしてるね、みんなね、どの球団も。あ、まあそうですね、そう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 、まあ大したもんだけどさ、はい、中日は、中日外野手取ってないか。中日はですね、鈴木博士投手、まあ、これヤマハなの。あ、そうです、ヤマハです、はい、そうです、そうです。なんか一時こんな格好してさ、メジャーのさ、やめろってこうやって上げてるだけで肩張るから下ろせっつうの。いや、それで真似してて、あ、まあ子供なんだよ、子供だったんだよね、その時は。だからまあ最近は変わったけどね、はい、構えはやめたけど。あとはですね、石川翔投手、そう、あとは高松選手ですね、あ、高松、はい、足が速いね、はい、はい、そうです、そうです。あとは清水選手、清水達也選手です、ピッチャー、花咲徳栄、それから、伊藤康介選手です、外野手でセカンドもする。本当かよ、外野手セカンドもするけど外野手もするんだったら分かるけど、はい、外野手だけどセカンドもするっていうのはちょっとありえない。そうですか。そうそうそう、山本匠投手です、はいはい、ちっちゃい子ね、はい、を取ってます。ただまだそんな外野手をたくさんっていうわけではなかったです、ね、まあまあ、でもどんどん内野手が外野手に変わっていったからね。あの、遠くに遠くに、そうだな、まあでもいい選手だな、村上世代というか清宮世代はな。そうですね、振り返るといっぱいいましたね。でもいいライバルだな、清宮、安田、うん、はい、村上、はい、村上に言わせたら、いやいや、ライバル足元にもって言うかも。まあそういう失礼なことは言わないと思うけど、いや、まだそんなことないですよみたいなことを言うかもね、うん、でも早く追いついてほしいな、村上に、まあ、そうですよね。でも清宮も変わってきたし、安田も変わってきたしさ、はい、やっぱ楽しみだな、これからな。そうですね、で、うん、いつかこの3人が、まあ、全日本というか侍で一緒にやるときが、まあ、村上は一足先に行くからね、はい、行っちゃって、まあ、もう行ってるしな、まあ、そうです、もう金メダルも取ってるし。確かにそうですね、そうそう、ね、そうだよね、決勝でホームラン打ってるし。確かに、うん、ちょっとね、何歩も先に行っちゃってますけれども。そうだな、はい、まあ、追いつけ追い越せで、うん、いいライバルとしてね、はい、頑張ってほしいよな。そうですね、はい、はい。